こんにちは、柏シャルウチの今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。今日は、えー、人類最悪のクレジットバブル、それが崩壊かというテーマについてお話ししようと思います。まあね、普通あのバブル崩壊というと、まあみんないきなり来てね、みんなびっくりしたとかよく言うんですけど、私に言わせればですね、あのバブルの崩壊っていうのを予測を予想するのはすっごく簡単なんですよ。まあ、ちょっとね、どういう具合に予測するかっていう話をします。 まあ自慢じゃありませんけどね2008年のバブルの崩壊の時はねもうがっちり予想してましたよただからね厳密にねこの段階で落ちるとかそこまでは分からない時期まではね性格が分からないんですけど必ずバブルは崩壊するとそれはあのもう半年ぐらい前かなそのぐらいにははっきり分かってましたねこれ知り合いに言ってたんで、ね、別にねこうネットとかで大え公にね発表してなかったんですけど今回も同じような匂いを感じます。 でやっぱりそうな、ね、2008年の場合はねどうだったかっていうとサブプライムの問題があったんですよね。だこれはあの債券の中にねこう質の低い、えー、債権を混ぜてごちゃ混ぜにしてですねでそれで売り出すということをしてたんですよね。そのごちゃ混ぜにしてってやつが、えー、こうデフォルトをしまくったんですよね。でそれで全体的に崩壊した。もうすごく分かりやすい図式だったんですよ。 まあだからあのまあそういうね細かい話は知らなくてもねあの経済の知識がなくても <laughs> 経済の知識がなくても誰でもこのバブルの崩壊が来るか来ないかってことはだいぶ予想ができますそれはねやっぱりねあのどういう点に注目するかっていうとねまあ金融関係の会社ありますね大企業はねああいう会社のねトップの発言というのに注目するんですよ。これはすすっごく重要ですまあちょょと紹介ししてみましょうか うんこれはもうブルームバーグなんですけど、えー、っとブラックスワン的な、えー、イベントに備えるファンドブラックスワンファンドを運用する米ユニバーサル・ユニバーサインベスティメンツを創業したマーク・スピッツナーゲル最高投資責任者は、えー、金融システムには人類,史最上、えー、人類史最悪のクレジットバブルが迫っていると警告するとこのクレジットバブルが破裂、えー、すれば誰もが聞いたことないような 大惨事に市場は見舞われると。これが起こらないことを祈ろうとスピッツナーゲル氏は3日の電話インタビューで述べたこれは6月の3日ですねそして私たちは自ら厳しい位置に来てしまったとかだったスピッツナーゲル氏は自分は終末的な悲観論者ではないと述べかねて中央銀行によるゼロ,ゼロ金利政策もしくはマイナス金利政策に異論を唱えてきた同志は こうした政策が資産価値をかさ上げし過剰な借り入れを奨励したと主張してきた現在の金融当局は世界的に高まるインフレを相手に金融引き締め,戦き締めで戦っているとスピッツナーゲル氏は米国債や金といった従来式の質への投資先が投資先について今年は投資家を裏切り痛みを深刻にしたと指摘と2021年の著者 著書「セーフ・ヘブン」では米国債と金はいずれもリス,クしリスク軽減と整合しないと論じていると2007年に創業した「ユニバーサ」にはベストセラーとなった著者著,著書「ブラック・スワンで」で2008年の金融危機を予言したナシーム・ニコラス・タレブ氏が助言している同社はリスクを最小化することに特化した純然たるヘッジバンドで得意な えー、相場急落に備え資本を保全することを謳うたうブルームバーが入手した書簡によれば2020年3月にはオプション取引で3,612%のリターンを上げたと顧客に述べているとだからこういうまあヘッジファンドですからねヘッジファンドだからもうこれ、えー、バブルの方が来ますよとそういうことを言ってるわけですよだからやっぱりかっ、ね、やっぱり重要なことはねこのね,先ねナシーム・ニコラス・ダレフ、えー、タレフがね ナシーミニコラス・タレブっていう人が予測してたんだよっていうことがこう言ってるじゃないですかこういうね過去に予測したことを、えー、っとそういう経験のある人ね正確な予測をした人の言うことを一応聞いておくっていうのはすごく有利な有利というのがすごく役に立つんですよ、まあ、だからあのまあ日頃からねそういう発言はちょっと注目しておくとこういうことなんですよね。まあ、このねこのヘッジファンドだけだったらねああそうかひょっとしたら来るかもしれんなぐらいで進むんですよ。 ただね大手の金融会社は軒並みそうなんですよね。ちょっともう1個ちょっと開けてみると、えー、シティグループですよ。シティグループは。シティグループのジェーン・フレーザー最高経営責任者は、えー、米国がリセッションに陥る,のは陥ることは同行の基本シナリオではないが、リセッションを回避するのは困難になるとの見方を示した。欧州とアジアへの, <coughs> の訪問を終えたばかりのフレーザー氏は、 6月3日の投資家会議で、えー、欧州がリセッションに陥る可能性は米国よりも高いとの確かな印象を受けたとコメントだが米国でもリセッションを回避するのは容易ではないとのを語っただからもう一斉にね世界中にリセッションになるよそれでガラガラと相場が崩れるとこういうことですねもう一個あるんですよ、ね、さっきはシティグループでしょ今度はモルガン、えー、JP モルガンですよ JP モルガン・チェイスのジェイミー・ダイモン、この人は有名ですね。ェジェイミン大門、えー・ダイモン、最高経営者責任者は、えー、金融政策引き締めや、えー、ロシアのウクライナ侵攻といった前例のない課題の組み合わせに経済が直面する中、投資家は経済のハリケーンに身構えるべきだと警告した。ダイモン氏は1日、えー、アライアンス・バーンスタイン・ホールディングスが、えー、ス,ポンサーのかスポンサーの会合で、 今はそこそこ日当たりがよく順調で米金融当局はうまく対処できると,、えー、と誰もが考えているとした上でハリケーンはすぐ,すぐそこまで来ていると発言それが小型なのかアンサンディのように、えー、超大型なのかは分からないあサンディというのはすごく大型の被害を多く出したあの、えー、ハリケーンなんですね,ねまあそのはさサンディのような超大型なのかは分からない身構えた方がいいと述べたと。 大門氏は、えー、5月の投資家イベントでは、えー、米,米経済に大きな暗雲があると述べているいたが米,と米金融当局がインフレとの戦いで、えー、向き合う課題を考慮しその後予想を更新したと説明したと JP モルガンとしてはバランスシート面で保守的な姿勢を取ることでこのランキングに備えていると同志は述べている一方で、えー、個人消費の えー、県庁に言及し個人消費の堅調に言及し賃金の上昇と十分な雇用は経済の明るい雲だとも話した <laughs> まあこうなんですがやっぱりもう、ね J、JP モルガンもそうでしょでこういう時にね大体、えー、いい金融機関がどういうことをするかっていうと自衛措置を取るんですよねだから「あのあ,やあ早くなってきたな」って言ったらあの商売をねあの手広くやってきた商売を畳むんですよ。 やば,やばそうなとかこういうことが起きた時に一番やばいとか大体ですねそれは新興国市場なんですね新興国市場をどんどん畳んでいくということをしますそれは現に始まってるんですよちょっとねまた続けて読んでみるとシティグループねさっき言ったシティグループね米シティグループはインドネシアマレーシアタイベトナムの日本か国の消費者向けの銀行事業をシンガポールのユナイテッドオーバーシーズ銀行に約49シンガポールドルで売却することに合意したと。 シティのジェーン・フレーザー最高経営責任者は引き続き事業の簡素化を推し進めている。ちょっと注力しますけど、シティはフレーザー CEO の下でアジアと欧州の13カ国でリテールバンキング事業を売却し代わりに急成長するウェルスマネーメント部門の増強に注力することを目指している。今週に入りメ,メキシコの消費者や中小企業 ミドルマーケット向け銀行業,業務から撤退する計画を進めていることを明らかにしたシティグループは11日メキシコのリテールバンキングから撤退する計画を進めていることを明らかにした、えー、まあこういう感じで、ね、だから、えー、アジアでしょ成長市場ですよえー、っとインドネシアマレーシア大別なものことかねそういうとこからシティは引き上げるで次はあのメキシコなんですよね メキシコもやっぱりリテールン・ジェンフレーザーやっぱり最高責任指導者は推進する戦略見直しの一環でメキシコの、えー、っとシティのメキシコ支店網は同行のもとでは世界最大と、まあ、これも撤退しますよとこういうことを言ってるんですよね。だからあのどう言ったらいいんですかあのもうやばいなっていうことでこう,もう撤退の、えー、金融機関の撤退っていうのがでに始まってるんですよね。 だからやっぱりこう借金が多い企業ね実態があんまりなさそうで借金が多い企業これはすごく要注意なのではないでしょうかいやほんとねメキシコがもうこんなにね全部撤退するとは僕も思いませんでしたやっぱりねこうや,やばいもんが来てるよねそれはもう多分ほとんど言えると思いますただいつが来るかっていうところまでは正確にはまだ絞りきれないんですよねまあでもこれは来ますよね <laughs> まああと半年ぐらい半年ぐらいなんじゃないかなとこう思ってます あ,あれですよね恒大集団なんか確かに恒大集,集団が潰れた時もあんまりそんなに対外的なねダメージって意外となかったですけどまあこ中国国内のダメージは結構大きかったでよねまあそれはあのあまり経済圏がきれいにこうお金のやり取りが自由にできないからだなのかもしれませんまあでもやっぱりこういよ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 来るものが来るとねヨーロッパでしょアメリカでしょこれもいよいよ来るものが来るとこれはもうほぼ確実だろうとこう思います。 世界規模のバブル崩壊がやってくると、まあ、これはもうほぼ確実だとこういうことですねで対応策ですよじゃあどうすればいいのかっていうことなんですけどさっきのねあの記事の中にもありましたけど、まあ、米国債、えー、金はダメと <laughs> こういうことなんですねだから欧州はもっとひどいだから、えー、っと背景にはやっぱり中国経済の低迷っていうのがあると思うんですけどまあもうだからアメリカはダメで金もダメ で欧州もダメっていう <laughs> こんなことになるわけですよそしたら安全な資産っていうのはどこに置いたらいいのこういうことになりますよねそしたらやっぱりこれは日本なんじゃないでしょうかそうするとやっぱり日本経済がやっぱりこれから伸びてくるっていうのがようやくねあ成長し始めると言ったらいいんですけどなんかできなかった子,子供が急に成績良くなるみたいなそんな感じでえ日本経済がどんどんこう、えー、復活してくるんじゃないだろうか とこう僕はこう個人的に予想していますやっぱりね大きいのがね円安ですよ円安がね大体もうアメリカのね当局とも話が続いていてこのままずるずる円,円安が続くということはもうほとんど確定してるんですよねですから、えー、製造業ですか海外に進出していた制御造業がどんどんこれから日本に戻ってくるだろうってことが予想されますですから、あのー、工場で生産してう加工、えー、そういうスタイルですねそういうスタイルに もう何十年かぶりに日本が戻っていくとこういうことなんですよねやっぱりねはっきり言ってねすごく悔しいのはね首相,首相の貢献ではないんですけどねでもやっぱり日本経済は着実に成長していくんじゃないかなとこう思えるところですよねだからあの岸田首相が政策的に正しいと全然思わないんですけど周辺の状況的に見てね日本経済はこれから先明るいんじゃないかなとこういう感じにこう思います ま、よろしかった y まあ今日はね、このぐらいで、よろしかった y o u ポチン、そしてあのチャンネル登録もぜひお願いしますあの。あの、うちのチャンネルは一歩早いんで、だからこのね、バ,バブル崩壊するよっていうのを、まだ他のね、YouTube さん、YouTuber の方とほとんどおっしゃられてませんけど、もう僕は言っときますよ、もう絶対バブルは崩壊しますからね、だから、あのアメリカね、アメリカ株とかに投資されてる方は、ぜひ注意なってみてください。 まあそうしたらちょっと役に立つかなとこう思うんですけどねまあ今日はこのくらいでじゃあそしたらまた次回よろしくお願いします